マイケル・レドモンドは、日本、アメリカの囲碁騎士、九段。アメリカ・カリフォルニア州出身、日本キーン、アメリカ囲碁協会所属、大江田介九段門下。数少ないアメリカ出身のプロ騎士で、ヒアジア人として、初めて九段に商談した。新人王戦準優勝など棋戦でも活躍。妻は、中国が小域協会の牛、カンカン三段。 牛英子二段は名。カリフォルニア州サンタバーバラで生まれ、10歳の頃に物理学者の父に教えられて、囲碁を始め、3年ほどでアマチュア四段の実力になる。子供の頃の趣味はフルート。1976年に来日、翌1977年、14歳の時にプロを目指し再来日し、日本棋院の院生となった。1978年に、 大江雄介のうちで主となる。1981年18歳で入団。1984年大手愛第2部で全勝優勝。1985年大手愛18連勝を記録、若手騎士トーナメントの都名演ばで優勝5段。1992年新人王戦決勝に進出し、小松秀樹に0から2で準優勝。2000年9月に、 欧米人としては初めて球団に商談。2009年4月、史上85人目、欧米出身騎士としては初めて公式戦、通算500勝達成。2018年には通算600勝を達成。富士通杯などの国際棋戦ではアメリカ代表として出場し、北米のトーナメントにも出場する。百九十四年にはアメリカで青少年向け、 トーナメント、レドモンド杯を創設。日本語も極めて流暢であり、テレビの囲碁番組ではたびたび解説者に起用され、彼の解説はとても人気があると紹介されることも多い。NHK 囲碁講座では、2000年度上半期、2008年度上半期、2018年度下半期で講師を務める。文芸春秋の月刊誌、文芸春秋の2012年1月号に、 作家の宮城谷正光と対談、宮城谷正光のファンである。2016年3月のアルファ語大リオでは、英語での解説を務めた。マイケル・レドモンド球団が、通算600勝達成。米国人、囲碁球団、楽器に吹ける、五番上に宇宙が見える白心の文明論対局マイケル・レイモンド、宮城谷正光、文芸春秋、文芸春秋ピアニッシモ。 184から192ありがとうございます。